ごめんなさい、6時半から待ってくださってた方、ほんまにごめんなさい。めっちゃ寝ちゃってました。おはようございます。普通に7時からの配信だったとしても間に合わなかったよね。はぁ、痛い、めっちゃ知覚過敏。ございます。マジでやってしまった。ございます。お腹すいた、めちゃめちゃにお腹すいた。インディーさん、ハートありがとうございます。昨日の夜早く寝れなかったんですよ。予定では早く寝るつもりだったんですけど、それで起きれなかった。おはようございます。マンジェルモンスターさん、ハートありがとう。キュン、ミニーさんもありがとう。お腹すいた、お腹すいたよ。目がすごい下向いて寝てたから目がめっちゃ腫れてる。そう、今日から新しい1週間と始まりです。今週も5枚目シングルのオンライン話し会と AKB さんのお話し会と、あと島旅オンラインツアーがありますね。おはよう。今日ようやく晴れる。確かに今日久しぶりに晴れですね。雨が降ってなくて太陽が出てる日。ミロさん、ハート。インディさん、バラありがとう。さあ、あと明日雨なんですよ。明日また雨だけど、また明後日からはちょい曇り晴れって感じ。
目が腫れてるからマッサージ。ゆくさんバラありがとうございます。おはようございます。今日からまた新しい1週間頑張っていきましょう。もう茎雪予報になってる。嘘、絶対私んとこ降らんよ。北に住んでないもん。北じゃないから降らなさそう。おはよう。超絶か。空入るから頑張れる。ファイティング。YouTube で配信されるやつ、はい、多分そうです。島旅オンラインツアーに出演します。はい、東京は意外と雪降ってますよね。びっくり。よし、ドライブのエールをかわいそう。フォロワーさん一括で返そう。まずギルドメンバーに、あとはフォロワーさん送った。もう今日のチャットでエール送る返しはできない。ちょっと待ってな。バツ、星バツ。おはようございます。バツ、星。おはようございます。おはよう。よし、チャットつぶやいた。 OK、 エール、あ、エール届けました。これね、なんか一括で送ったらさ、誰に送ったかさ、あ、届いたか分からんからさ、届いた方、あれ、なんかコメントくださると嬉しい。本当は今日から数日ロケの予定だった。今日からだっけ？いや。かまちゃんさん、服ありがとう。ありがとう。プレゼントゲット。
仕事頑張って。あ、いや、朝早いね。朝早い。お仕事とは。配信終わったら簡単に鍋みたいなの作ろうか。むき寿司を予約してないです。当日に買います。予約ないと高いじゃん、めっちゃ。だから私は当日です。安いのでいいか。何本も食べるんだったら高いの買ったらもったいない。おはよう。ちょっと空もスーパーなんでいいかな。お腹すいた。めっちゃお腹すいた。メロさん、ハートありがとうございます。今日めっちゃ今日は簡単にレモン肉と白菜しかないけど、ただ湯がく。全然料理じゃない料理をします。湯がくだけどね。切って湯がいて。その前にね、昼ご飯で作った時にちょっと油が飛んでたので、それを処理します。おはよう。朝ごはん作るってほどでもない。なんかここついてると思ったらドアが傷つかないためになっちゃった。なんか今さら気づいた。びっくり。めっちゃびっくりしたんやが。おはよう。待って、その間にティファールでお湯沸かしとこ。ストッパー。フィンニーさん、梅ありがとうございます。マジでびっくりしたな。付箋かなんかついてるのかと思った。それを処理します。朝からいっぱい動くと目が覚める。この目を覚ますために動きます。全く映ってない私。あ、そして今日の18時からね、
6枚目シングルのオンライン話し会の受付が始まります。今回も再販がねあると信じて、新規感で感謝をくれたらね、あの、まあ、再販なかったら意味はないんですけど、再販あると信じて7月3日のお話し会とか、ちょっと他の日程もちょっと考えておすすめ日を決めれたらなと思います。7月3日はね、月に1回はねツーショット撮影したいなと思ってて、まあ、他にもちょっとでもねたくさんの人とお話ができるようにできたらなって思ってます。うわ、明日400日なの？マジ？明日400日なの？知らんかった。それはワクワク。おはよう。今日めっちゃ簡単にご飯作る。ありがとう。動くだけでした。昨日のフライパン油につけてたので、それを洗います。おはよう。お湯も炊けたので、めっちゃ簡単に、あ、もも肉切ってないわ、まだ生地丸すぎや。もうこの前買ったのが白菜のカット白菜使います。もも肉も食洗機、確かにちょっと不安あるよね、本当に使えるのかっていう。よし、もも肉は今日使います。なんかめっちゃもも肉見たのとお腹空いてきた。さらにお肉、お肉を切ます。いつも朝からだったら何も作らないんですけど、今日はなんかすごいお腹空いてるので、お肉を、もう料理っていう、何、朝からシャキ焼いてヘイヘイって感じではないんですけど、もう湯がくだけという、本当にこれは料理なのかっていう感じのものを今から作っていきます。割と使える。うちもね、兵庫の時にお母さんが作ってたけど、新しいやつじゃないから、なんていう、何年か使ってるやつだから、もうなんか本当に洗えてるのか。コップとかめっちゃ入れたらさ、どうなるって感じ。
最近のやつは多分いいんだと思うけど、昔のやつは本当に洗えるっていう謎はあるね。夜勤頑張れ。おはよう、パイナミさん、かわいい、ありがとう。全然かわずってない、すまん。それを見てもさ、それは思わんかな。さすがにそれは思わん。みんなはポン酢で食べますか。鍋っていうか、めっちゃ簡単な湯が、もう野菜を茹でた時とか。うどんは本つゆが合うよね。つゆ、本つゆじゃないな、だしとか、だしつゆ。長期選挙、それはね、コップ1個だったらね。家族連れの方とかさ、家族が多い方とかは絶対食、洗う方がいい。手でポン酢で食べました。ポン酢、ごま、あーごまね、ごまいいね。ごまあったね、めんつゆで作る。あ、そうなんだ、めんつゆで作る。よし、お湯を注ぎ込みます。もう一個鶏肉が残ってるね。それはラップに入れてきます。白菜ざく切り、ざく切り白菜ってやつがあったので、白だし入れようかな。白だし、だしで湯がこう。ティファール、あ、これ違う。いいか。ちょっとね、煮ます。もも肉をちょっと煮てから白菜入れます。その間に、あ、待って、あ、だしの匂いするやべ。やべえぞ、これはみんな。だしの匂いが半端ないぜ。ざく切り。溶き洗います。基本ポン酢。さ、鍋さ、作るときはさ、なんか、鍋の素みたいな、キムチの素とか入れる人いるよね。なんか、豆乳のやつ。豆乳。チッとなんちゃうとか、なんか最近あるよね。でも卵の時はなんかわかめとかで出しとっとった気がする。今は私はしてないけど、わかめと普通の粉の出汁で出汁取ってた気がする。だからめっちゃ硬いわかめがそこにあった。あ、昆布か、昆布だな、絶対昆布だわ。明日400日だって。なんかする？明日なんもなかったっけな。今日もなんもないんですよ。マジでお仕事なくなる、延期になったのも辛すぎる。早いね、そう考えると。ここで今湯がいてます。
ブにしない。もも肉はね、ちゃんとしっかり入れないといけないので、入れます、しっかり。この間ね、水が、白いスポンジで育ってキュッ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 。冷たい、すごく冷たい。おはよう、手紙が嬉しい。2回目の400日、複雑な気持ち。複雑だね。1回目だったらさ、おめでとうって言えるけどさ、もう2回目はどうなんだ。あれはおめでとう、まあおめでとうやけど、1回目のあの感動感はないよね。ちょっと減るよね。そうだ、インフルかからなかった。今年はかかりませんでしたね。もうみんながみんなマスクバンバンもしてたから、もう年がら年中マスクしてたからかからなかった。みつきさん、みちさん呼んで。私の家に呼ぶってなったらもう隅から隅まで掃除するよ。1週間前に言われとかないと。用意が大変だとか言って。記念日そろそろいいかな。でももう肉しか湯がいてないからね今。おいい感じになってきました。じゃあ白菜入れます。白菜これは洗浄済みって書いてある。鍋の具材で何が一番好きって言ったら白菜と肉なんですよ。白菜と豚肉があればもういい。まあキノコとか自分で作るってなると変わんないんですよ。全然見た目ベージュっていうか茶色すぎない。何肉と白菜って感じです。うん、こんなもうちょっと煮ます。肉苦手な方いませんか。たまに空はいける。白菜が結構綺麗な緑になったら引き上げます。もうね、湯がくだけなんて簡単なんだ。おはようメール黒7036。みんなは何を朝ごはん食べました。ちゃんと明け世界ドキドキするの、炊き出しするの、めちゃめちゃにかん。オートミール、ああでも最近オートミール食べてないな。全然大丈夫。お鍋。ランチパック。ランチパックって懐かしい、めちゃくちゃ。私もでもランチパックは最近安いし、いろんなめっちゃ種類が出てるからいいですよね。毎日食べても飽きない。よし、そろそろもう緑もいい感じだし
肉も結構煮込んだのでいいでしょう。でもちょっと弱火にして、ちょっとメール送ろう。よし、天下一品期待してた。本当ずっと言ってるよね、リコチさん。一緒に行きたいね。あーちゃんさん、バラありがとう。アイドルの朝は忙しい。全然、私が勝手に今日は鍋を作っただけ。30年前とか、嘘。生活習慣的に今は夜寝る、今は夜寝る前、寝る前か。ベーコン目玉焼き、めっちゃジブリじゃん。オートミールでオムライス作ってた。おお。オートミールでオムライスはヘルシー。TT さん、ハートありがとう。キュンです。キュン。ちょっと待ってね。今日から新しい1週間です。オートミール、1月最後の1週間。そうだよ、知ってた？2月だよ実質。過ぎます。うわー、絶対にこんな美味しいやんって許してる。カット野菜っていいね、めっちゃ便利じゃん。入れて、マジで買ってきて入れてって感じ。うわー、こんなん美味しいやん。鶏肉と白菜しかないやで。自分の好きなもんばらけやないかーい。うん、待って、白菜このまま食べても美味しいけど、ちょっとポン酢垂らします。一周で、つゆを入れます。できた。私の簡単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 お鍋ちゃん、できました。カット野菜って神じゃない。よし、持っていく。ちょっと待って、できました。あ、布団がバレた。私の布団の上で配信してるのバレた。いただきます。やばない？超健康やん。なんか知らんけど、ちゃんとねポン酢が混ざり混ぜて。熱そう。
おはよう。落ちそうとか。うん、うまっ。うまっ。え、うまっ。やば、体にしみる。あっちでもやばい、体にしみる美味しさ。うまい。たむたむさん、まんじゅのモンスターさん、うま、みろさん、ハートありがとう、キュン、インタローさんありがとう、こば。鍋の時お米食べないね。すき焼きの時は食べるかもなけど。やばい、めっちゃおしゃれ。白菜が散る。あー、うま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 、うん、湯がいただけだけどね、味付けはだしだし。初見、池江さぎさんありがとうございます。 STU88 ドラフト3期生のシナのスラハです。あれあれ、これだ。ツイッターのフォローとかお願いします。うん、うん、お腹いっぱいになる。まだまだあるよ、あとおかわり4回ぐらいできる。お風呂上がりめっちゃ水飲んでしまったよね。 300ml ぐらいごくごく飲んじゃった。これだから朝少ない。うん、うまっ。いってらっしゃい、お出かけ、お仕事。インディーさん、うま、ありがとう。お風呂入ってない、昨日の夜。私は夜派です。水飲んではいけなくはないですよ。めっちゃ飲んじゃった、喉乾きすぎてたから。お湯使って、うん、どこの水だっけ、青いペットボトルの水。みんなお仕事頑張って。うまい。朝起きたらさ、こういう何、ご飯こんなんじゃなくても、まあ味噌汁だけでも作ってくれてたら嬉しいよね。おはようってリビング行ったらご飯が用意されてて、はい、これだね。うん、自分で頑張ってね。最高の朝やない。ちゃんと飲み物とかも用意されとるんや。例えばコーヒー好きな人はコーヒーとかちゃんと用意されとる。 STU ほぼ初見、ほぼ初見ですっぴんやすまんです。朝だからありがとう。これはやばい、これはやばいっす。
やばいな、これはもうほんまにマジ何もしてないけど、切っただけ、だしも白だし入れたから何も取ってないけど、うまっ。朝からしみる。めっちゃ水飲まんといけん。ほんまにうまい。みんなも朝から作ってみてください。もうほんまに動くだけ、もう買った野菜とカットされてるお肉だけでいい。リットルはね、やばい、びっくりした。うん、シチューの粉、まあ、確かに確かにね、具材入れてシチューのあの元に入れるだけだもんね。もう美味しさを身に染みてます。もうやばうまい。うまい。もう寝そうになる、おいしすぎて。うん、うまっ。うますぎんか。ちょっとおかわりしてくる。今何分？46分。やばい、これうまいわ。まじめー、たまりそう、これめっちゃ簡単や。おはよう、初見ありがとうございます。 ST48 ドラフト3期生のシナノソラハです。バイ。もう終わりました。今日の朝ごはんはこのラストです。小鳥が鳴いてる、ピヨピヨって。おはよう朝だよって鳴いてる。
まっ、うまっ、おかしいぐらい美味しい。身にしみる。うまい。湯がいただけだよ私。これはもう夜とかもうパンパパンって作れる。味の濃さの今度出したからいい感じ。あんにゃん、白菜が落ちた。うん、中華まんのヒヨットケーキね。なんで1月25。うまいうまいうまい、煉獄さん。ダイエット鍋レシピ、鍋ハマりそう。今日はしないといけないことが一個だけだけどあるから、それをやってやらないといけない。マジで簡単。うん、2杯でお腹いっぱい。朝から2杯はすごいよ。開いちゃった水も。きょん、おはよう。鍋美味しかった。完食、ごちそうさまでした。朝いっぱい食べちゃいましたね。お昼食べれるかな。食べなくてもいいか。朝の何言えない一コマを今日はやってみました。おはよう。10分休憩を、休憩しっかりしてください。お腹ポカポカです。めっちゃもう体全身ポカポカ。明日で400日、400日、どうしよう。え、600日まで出たんだよね。700日がいかんかったよね多分。間に合った。幸せな朝です。継続力、かまちゃんさん、ありがとう。でもめっちゃね、筋トレとかめっちゃね、めちゃくちゃやるようになりました。筋トレの継続力すごいよ。プランクだっけ、こう体こうやってするやつ、
あれを1日前まで1分だったんですけど、最近はちょお腹周り引き締めたいから1分半してます。したいこと、なんで死体が欲しいなった。おはよう。晴れ晴れしてる。嘘。でもちょっといつもより明るいかも。お、55。かまちゃんさんハートありがとう。キュン。昨日は呪術廻戦を見ました。呪術廻戦気になりますね。この後朝早く日出てくるし、夜遅くまで日残ってる。前はマジで7時ちょい過ぎとかじゃないと明るくならんかったし、もう5時になったらマジもうすでに暗いみたいになったけど、あ、12月がピークなんだ。でも下校時間めっちゃ早かった。5時とか普通の時は、夏は6時半とかだけど、どんどん短くなって5時とかだから、もうね、で、何？夜の学活みたいなの終わった人からすぐに来て着替えて掃除してって感じだった。おはよう。では壇上を見ます。13位正成さん、12位スーさん、11位ブラピーさん、10位モビさん、9位テルボーさん、8位帝国さん、7位ヒロさん、6位ヘルムビーケさん、5位イーストさん、4位 TT さん、3位ウィンディさん、2位ミロさん、そして1位はアーチャンさん。ありがとう。移行時間は青春、青春は、あ、そう、青春だった。本当だ、ぴったり3000人ありがとうございました。お疲れ様です。プププププ7時57分明日、今日の朝配信はもうなんていうぐらい自分のもう言ってゆったりゆったりしました。ゆったり配信でした。洗濯干してきていいね。私は昨日干したよ。やっぱ洗濯朝にする人多いのか。まだねツイッターのフォローしてない方はぜひツイッターのフォローお願いします。そして今日の18時からオンラインお話し会の受付が始まります。めちゃくちゃ多分ね宣伝とかするんですけど、よろしくです。バイチャラポー、呪術廻戦フォローしました。朝配信起こり、また朝からガチの料理作れたらいいのにね。またお弁当配信しようかな。ミニオンのお弁当、ミニオンのお弁当ね、広島に来てからしか使ってないから、兵庫で時はなんか魔女の宅急便の弁当使ってから1年弱しか使ってないんですよ、ミニオンのお弁当。だからめっちゃ綺麗なよね。なんか止めるとこ壊れてるけど、前はなんかナゲット焼いてとかっていう色とりどりを考えなかったから、ちゃんとトマトとか買ってまたしたいな。お弁当持っていってらっしゃいみたいな。おはよう、おはよう。ということであと30秒ぐら
配信終わりたいと思います。来てくださった皆さん本当ありがとうございました。朝からのんびりのんびり配信だったんですけど、最初から最後まで途中回でも見てくださった方ありがとうございました。ぜひまだの方はルームフォローよろしくお願いします。そしてツイッターはアットマークソラハアンダーマイスティーフォーテイトです。ということでまた会いましょう。夕方以降の配信で会いましょう。では今日も一日ファイトループ。二度寝する方はお休み中で、バイチャラップをまたね。ありがとう。プップルプップップープップルプップップープップルプップップープップルプップップ